今日は FP3 級の自己採点ということで動画をお送りします。今日はちょっといつもと違うところで撮影しているので、背景とかちょっと違いますけど、あまり気にせずご覧ください。昨日1月28日の日曜日、FP3 級の試験を受けてきました。朝ちょっと大きめの地震があって、私は横浜の某会場で受けたんですけど、横浜駅へ向かっている電車の中、電車に乗ってる時にちょうど地震があったんですよね。でも電車止まらずに普通に横浜駅まで無事に着いたので、家族から LINE をもらうまでは地震があったことに全然気づきませんでした。で、会場についても試験も通常通り無事に行われたので、良かったかなと思います。それでは早速自己採点の結果ですね。こちらです。自己採点は日本 FP 協会のホームページに載っている回答を参考に採点しました。学科が57点、実技が95点でした。学科の方は60点満点。実技の方が100点満点ということで、どちらも9割以上自己採点では得点できています。3級の合格ラインは6割程度と言われているので、おそらくマークミスをたくさんしていない限りは合格できるんじゃないかなと思ってます。これ配点なんですけど、学科の方は1問1点の60点、実技の方が1問5点の20問ですね。なので、学科の方が3問ミス。実技の方で1問ミスということになります。正式な合否結果は3月8日の金曜日ですね。結構遅いなって思いました。私が最近受けた試験だと漢字検定とか宅検とかあるんですけど、もう少し合否結果は早かった気がするので、やっぱり FP3 級だと受験者数も多いから手続きがいろいろ大変なのかなとかいろいろ考えたりしました。でも受験者数で言ったら宅建も結構多いですよね。全国で23万人とか4万人なので、よくわかんないんですけど、とりあえず正式な合否結果は3月8日です。そして試験の感想ですね。試験の感想としては、まず一つ目が、学科試験がちょっと難しく感じました。難しいって言っても、そこまでではないんですけど、今までやってきた過去問と比べると、見慣れない問題があったり、初見の問題ですね。あとは、過去問でよく出てたような論点から、ちょっとだけずらしたようなところを問う問題。あ、そこ出すのか、そこ出してくるのか、なんだっけなっていう問題が、ちらほらありました。ただ、そういう初見のものとか、ちょっと難易度高いような問題って、全体の1割にも満たないので、もしその辺の問題をすべて間違えたとしても、それ以外の、基本問題をしっかり得点できれば余裕で合格できるっていう感じの試験だったかなと思います。ちなみにこれ学科試験は緑の冊子ですね。60問ここに入ってます。そして実技の試験の感想なんですけど、実技こっちの薄いピンク色の表紙です。これは実技の方は結構簡単に感じました。基本的な問題が多めですね。で、私は問題演習結構してきてる方だと思うんですけど、実技の試験については問題演習それほどやってないんですよね。学科の方については取説の問題集プラス過去問道場の方で過去5年分に遡って分野ごとに問題を一気に解くっていうのをやってるんですけど、実技の方はそこまでやってる時間がなかったので、取説の問題集プラス過去問直近の5回分ぐらい、5回分もやらなかったかな、4回分ぐらいをやるっていうのしかやってなかったんですけど、それでも今回の試験については見覚えのある問題ばっかりで、優しい問題が多めだなと感じました。そして感想の3つ目。これは会場によって全然違うと思うんですけど、教室が暑いっていうことです。会場となった教室の空調っていうのが、なんか温度設定ができないタイプの空調で、途中から切ってくれたんですけど、それでも試験の最後まで終始暑いなって感じながら試験を受けました。私は薄手のトップスにダウンコートっていう服装で出かけたので、ダウンコート脱ぐと結構薄着だったんですけど、それでも暑いなって感じてたので、セーターとかで行った方は、かなり汗ばみながら試験受けたんじゃないかなと思います。冬場の試験だとこれがありますよね。なので、こう温度調整できるような服装で出かけるのがいいんじゃないかなと思います。薄手のものと、あと羽織物、軽く羽織れるようなものを持っていくっていうのが試験対策としてはいいのかなと思いました。
それからですね、感想の4つ目が試験時間が長すぎる。これはある程度しっかり勉強して受験された方ならみんな思うんじゃないかなと思います。学科試験、こっちの学科試験の方の試験時間は10時から12時の2時間なんですよね。午前中に行われるんですけど、これ多分2時間もいらないですよね。試験開始60分経つと退出できるんですよね。だから11時には退出できるんですけど、私が受けた会場だと、同じフロアに教室がいくつかあって、11時10分には全員退出したっていう教室がいくつかありました。それくらいみんな1時間ぐらいで解き終わってる試験なんですよね。で、実技試験の方については午後です。13時半から14時半の1時間だけ。こちらは途中退出ができません。なのでですね、これすっごく時間長く感じました。試験自体は30分ぐらいで解き終わってしまうので、ゆっくり見直しをしたとしても、だいたい45分ぐらいで終わっちゃうんですよね。で、私の会場の場合は、空調も暑くて、あと、お昼ご飯食べた後の午後の試験っていうこともあって、最後猛烈な眠気に襲われながら私は見直しをしてました。早く終わんないかなって思いながらやってました。なので、なんか FP3 級の試験に関しては、午前中の2時間だけで学科と実技の両方を受けられるようになったらいいかなっていうのが、今回試験受けてみての感想です。2級の方はまだ受けてないので、難易度とか時間どれくらい余るかとかわかんないんですけど、3級に関しては少なくとも2時間あれば学科と実技両方を受けられるんじゃないかなと思います。そして最後に今後の予定ですね。今後の予定なんですけど、2級の方も5月に受験する予定です。すでに問題集とテキストも購入済みです。同じ取説シリーズですね。水色っぽい色の取説シリーズのテキストと問題集を購入済みです。ただ、私の場合は来月2月の11日に漢検準1級の受験も控えているので、あと2週間ぐらいはこの漢検準1級の勉強に集中するつもりです。はい。こんな感じで。FP3 級受けてきましたっていう報告の動画でした。受験された皆さんお疲れ様でした。今回の動画はこれでおしまいです。